名前、エンジェル、本名、空の、アグリア、天使をイメージしたような衣装を着ており、胸元の露出が高い、鎖骨部分には入れ墨らしき天使の羽のイラストがある。喋り方は、語尾に、何々だぞ、と、だぞ、をつけて話す。妹は、セイバートゥースの雪のアグリアであるが、ソラノは幼少期にゼレフを信仰する集団にさらわれて、雪乃と息別れになった。楽園の塔建設のために働いていたが、グレーンに才能を認められ、オラシオンセイスの一員となる。精霊魔導士であり、ブルーペガサスのカレン・リリカを殺害して、精霊を奪った過去がある。3体の行動12門を所持していたが、ルーシーに敗北。敗北後には、行動12門との契約がなくなったことで、天使魔法を使った戦闘スタイルとなった。大魔闘演武編後、クリムソルシエールの一員となり、評議員のドランバルトの指令を受けて、諜報活動をしていた。スパイとして、アルバレス帝国に侵入し、行方不明だったマカロフの居場所を見つけたり、移動型の海底要塞、オリンピアを乗りこなすなどの、マルチな才能を見せる。精霊魔導士、天使魔法、スパイとしての諜報活動、海底要塞の操作など、CIA もびっくりのキャリアウマンである。アルバレス帝国戦中に雪乃と再会するも、罪を重ねすぎた自分は姉にふさわしくないと考え、自身が姉であることは明言していないが、お互いに姉妹ということを認識している。ちなみに、同じオラシオンセイスの一人、レーサーに背負わされて戦場を移動しているシーンがあり、レーサーとは仲がいい模様。ダーケイドドラグニルの魔法により、男性経験ありということが判明したが、相手が誰なのかは不明。